こんにちは、たびきゃんです。今日も一人でソロキャンプに行きたいと思います。今日は桃太郎公園っていうところにリュック一つで行ってみたいと思います。まずはおやつと今日のコーヒー豆を買いにスタバに行きます。行ってきます。見て、めっちゃいい天気。暖かい福山の中、このまま春が来てくれるといいな。私にも春が訪れてくれるといいな。やばいんだけど、超いい天気。桜のやつはあのカードじゃ使えなかったから、今日の分のお豆は引いてもらいました。優しい、楽しみ。あとね、桜のパウンドケーキを買ったので昼に食べます。結構テント立ってる。わあ、いい感じさ。わあ、すごい。めっちゃいい感じ。いいとこ、いいとこ。結構人いるな。こっちの方誰もいないから、こっちの方来ようかな。すごい、こっちの方来よう。え、ちょっと待って。あ、いたいた、桃太郎。桃太郎神社の、あ、あれすごい。後で来よう。旗をテントのとこにつけなきゃいけないみたい。かわいい。タビキャン。
そろそろご飯作っていきたいと思います。今日はね、炊き込みご飯を作ろうと思って、美味しそうじゃない。サビキャン、今日はこのサバ缶とミニトマトを使ってカレー炊き込みご飯を作りたいと思います。間違えた、これごま油や絶対最悪もう最悪。みりんです、入れるのはごま油浮いてるけど、美味しいかな。酒と、スープにトマト、
ました。いただきます。美味しいかな。ご飯炊けてる感じ。美味しい。天才、あんなに適当に作ったのに。意外と料理上手なのかな、私。いや、美味しい。このさ、カレー粉入れた炊き込みご飯ハマりそう。めっちゃ美味しい。え、カレー粉入り炊き込みご飯ってあんま見たことないんだけど、普通？え、めっちゃ美味しい。なにこれ、カレー飯ごい。当たり前か。カレー当たり前か。当たり前は失礼か。旅キャン。なんかここは桃太郎公園っていう公園なんだけど、桃太郎神社っていうところもあるんだけど、そこの神社、私はあの Google マップで見たことがあるんだけど、神社は桃太郎がいるのでちょっと行ってみます。さっき言ったやつ近くでちょっと拝んでみたいと思います。これと一緒に撮るの恥ずかしいんだけど。フィス、え、お前は猿か、猿か、猿、鳥、違う、鳥か、キジ、犬。これさ、え、あ、刀か。きびだんご持ってるのかなと思った。結構なんかうんちに見えると思ったら、あ、猿と犬は何匹でもいるのか。あ、鬼いっぱいいる。こんにちは。眩しい。ちょっとなんかダメなんじゃない君 YouTube 的に。リアルだね。夜来たら怖そう。鬼。かわいい。後ろ姿。かわいい。なんか日本一の桃太郎が上にいる。お守りとかも買えるんだ。これ写真撮りたいな。ここで、この大物アーケードめっちゃかわいい。これ誰が作ったんだろう。めっちゃセンスある。はい、チーズ。めちゃくちゃシュール。後ろ姿が可愛すぎる。可愛い。ありがとうございます。看板を写真撮って。よかったらギャラリーも写真撮っててください。400年前のオリベ焼きの再現やってます。僕のギャラリーです。どうぞ。すごい。はい、出てください。400年前のオリベ焼きの再現を。古田オリベ。すごい。青オリベ、黒オリベ、キセとシノというようなね。だいたい僕の作品です。裏に窯があって生徒と一緒に。緑のやつかわいい、うん、オリベですね。青オリベちゃんですけどね。こういうオリベちょっと緑っていうイメージがありますけど、へー、うん、それはナルミオリベといってね、はい、あの400年前の技術ですけどね。下に赤土を置いて上に白土を置いて、こうろくろでグッと練り上げるんですよ。ちょっと土が混ざり合ってこういう景色になるんですね。はい、うん、ありがとうございます。だから同じものは世界に一つもない。全部違う。かわいい。こっち桜が咲くようになると綺麗だよ。桜咲くんですか。ここ
あ、岐阜市の方からなんで、すぐ大阪の公園ですのでね。あ、そうなんだ、うん、じゃあこれもらいます。あ、いいですか、はい、ありがとうございます。大事に使います。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ちょっとこれでコーヒー飲んでみよう。かわいい。リベ焼きって言うんだって。かわいい、これおばあちゃんみたい。かわいい、なんかほっこりする。これで飲みます。このね、これを使って、から注ぎます。じゃーん、かわいい桜色、桜柄。お姉さんが引いてくれたので、コーヒー豆買って 20g だけ引いてくださいってわがまま言ったらサンプルをくれました。優しい、ありがとうございます。ここから出てきたよね、今。めっちゃ可愛いじゃん、桜や。可愛い。じゃーん。ここが桜になってるの。この桃太郎公園は桜の時期綺麗なんだって。また来たいな。見て可愛い。桜と。いや、かった。なんかいただきます。乾杯。ああ、うまいね。なんか春って感じ。今日はちょっとだけ暖かくて、もうちょっと寒くなってきたけど、今日はちょっと昼間が暖かくて春を感じた一日だった。早く暖かくなってほしいな。ではまた次回のキャンプでお会いしましょう。バイバイ。